じゃあ次の質問行きたいと思います。はい。肯定感について。自分は自己肯定感が低いのですが、どうやってあげたらいいですか方法がわからなくて困っています。あさぎさんはどうやって自己肯定感を上げましたかいや、私ね、自己肯定感低いと思うんですよ、自分で。うん。<laughs> 私の自己肯定感高いんですかね、果たして。 うんまあ確かに昔よりは高いけど、昔よりは高いけどね、でもなんかこういうなんか仕事というかね、かことしてるとね、なんか周りにすごい自己肯定感の鬼みたいな人がすごいいっぱいいるんで、んいつまでたってもなんか私って自己肯定感なんか一番低いな、みたいな感じで、あのー、常にいるんですけど、私の質問。<laughs> うん。 まあでも、死いて言えば、でもさっきと、まあ同じかな。やっぱりその、やっぱね、自分に甘くなったっていうことだと思いますね。うん。死後肯定感を上げる方法っていうのはね、自分に甘くなることしかないんだよね。で、あの、いや、こんなんダメでしょう。まあ別にいっか。 まあまあこれもこれはこれでありだよね。<laughs> っていう風に、あの自分のハードルを下げていくこと以外に私ちょっと思いつかないですね。だからね、あの上に上がっていくというより下がっていくっていう感じなんだよな。私が思う自己肯定感って。だってね、赤ちゃんなんてさ、何一つ、だって赤ちゃんってやっぱ世の中で一番ね、自己肯定感が一番高い生き物ってなんだみたいなって言ったら、やっぱゼロサイズじゃないですか。 <laughs> だってすごいよね。0歳児ってさ、0歳なのに、もう自分は絶対こう歩けるって思ってるしさ、どんなに、なんていうの、どんなに自分の体が思い通りにならなくても絶対歩けるって思ってるしさ、こう、自分が泣いたら、自分が笑顔になったらみんなも笑顔になるに決まってるって思ってるかは知りませんけど、あの、なんていうの、自分が何かをできないことに対して罪悪感ないじゃないですか、と特に。 <laughs> そう。だから、その、自分が何もできなくても、別に罪悪感を感じなくて、人を振り回して、あの、なんていうのでも、なんか、しょうがないよね <laughs> みたいな感じにいるのが、なんか私自己肯定かなと思ってるんで、あんまりね、その、なんだろう。 大抵の人が自己肯定感高いっていう感じでイメージすると、すごい完璧よ、完璧になっていくみたいなイメージがあると思うんですよね。自分がもっと成長していくみたいなイメージがあるんだけど、逆じゃないかなと思って、退化してった時に自己肯定感上がるんじゃないかと、個人的に思っております。はい。さぎさんに密質問できるのがすごい。私はもはや質問思いかばない。<laughs> そうね。うん。でもこの質問ね、だっていただいたの8月11日だからすいません、2ヶ月も。 すみません <laughs>。はい。なんで、あの、ちょっとね、だいぶ回答遅くなっちゃうかもしれないですけど、一応今でも本当に質問募集してますんで、よろしくお願いします。はい。そう。そうなんですよね。わかりますわかってくれるうん。私の前の自業工定が鬼高い人、夫。まず一番最初は夫じゃんそして娘二人じゃん <laughs> まあ、あとね、 結構やっぱでも、起業してる友達でも私より低い人なんているあんまりないんじゃないと思うよ、本当に。うん。なんか、ちゃん卒トークライブとかに出ていただいた人の中で、私より低い。まあ、もし何人かはいたね <laughs> これちょっと名前出すとちょっとあれですから言いませんけど、あの、まあ、8割の方は私は自己肯定が高かったんじゃないですかね。うん。完璧主義の私が自分に甘くなるのに、 苦労してます。そういや、それなんだよね。ほんとそこなんだよね。だからね、自己肯定感が高いっていうのと、完璧主義とかちゃんとできるって多分真逆なんだよね。うん。そう。そうそうそう、ハードルを下げていくっていう感じよね。あ、ノーブラー秋風寒くなる気になったけど、良質な質問は何も出てこない。まあ、寒くはない。<laughs> いいね。最近自分に甘くなっていい。うん。そう。ダメラインを、そう。オッケーラインにしてしまうのが自己肯定が開け方だよね。やっぱりね。うん。いや、でもね、ほんとね、桃瀬とかは、あの、自分に対してすごい厳しかった時から、どんどん甘くなる過程を私一応見てるじゃないですか。でも本当にねあ、あの、一見こうやって、いや、自分に甘くなればいいんだよとか言うと、いや、でもそれだと人に嫌われるじゃないですかとか、どんどんダメになってって、どんどんみんなに嫌われていくじゃないですかって思うと思うんだけど、私が自分の の構造性とか見てる限り、あの自分に甘く、全員ね、自分に甘くなってった方が、むしろ人に優しくなってくし、人に愛されるようになってくんですよ、本当に。うん。だからちょっと騙されたと思ってやってみてほしいって感じなんだよね。そう。うん。そう、できない自分を許す。うん。あ、喋ってだけで元気をもらえる。嬉しい。 そう、そう、成長したいっていうのはね、全然思っていいのよ。成長したいっていうのは。うん。ただ、あの、できてないことを責めないってことだよね。うん。成長したいと思えてる自分、すごい。あと、やっぱりその、比べる、まあ、これよく言われることだけど、その、人と比べると、まだ私あんなにできてないってなっちゃうから、そうじゃなくて、昨日に比べて、今日こんな、あの、 コラム一個読んで、また私の知識上がっちゃったわ、みたいなね、感じで思うといいんだよね。例えば私も、あの、成長大好きだから、日々成長したいと思っていて、で、今日も私めっちゃ実は今日一日で成長したと思ってるんですけど、今日一日何してたかっていうとね、あの、今日ね、何は金融っていう漫画がありまして、あれを、あの、読み始めて、今日、 なんか、ツイッターですごい面白いって言うとか、あそうと思って読み始めたら、すごい面白くて、今日一気に13巻ぐらいまで読んでたんだけど、ほぼ1日。うん。めちゃくちゃ成長したと思って。な <laughs> っぱ漫画ってすごい成長しますよね。いろんな知識が、あの、頭に入るから、いや、超成長したと思ってるから、うん。まあね、うん。成長したいと思うのと、その、要はなんだろう、自分に甘くなるって、別に、なんていうの 真逆っていうか、どっちかしかできないとかじゃないと思うんだよね。うん。そう。うん。そうね。そうね。そうね。いや、高木と娘も同じぐらいじゃないか。なんかね、うちの家族はほんとすごいですね。うん。そう。できないことに怒ってるよね。うん。こ,んなこっそり教えてほしい。<laughs> 自信がないと思って思ったこう、それとか頑張ったけど、自分の中はマジで頑張れなくなった。でもね、できることはやってるともう多分漫画読んだりとか、自分の好きなことはできてるはずだから、いいんだよ、それで。うんうんうん。あ、だいぶ激アワコが出てきてます。それは素晴らしい、本当に。うん。そう、肯定感上げるために努力じゃないんだよね。そうそう、自分に厳しくて相手にも厳しくなるから、その反対なんだよな。そう、許せる範囲が広がるから、本当に。うん。 そうそう、そっちそっち、自分に甘くなって前にも甘くなるっていう方向なんだよね。そう。人と比べない、本当に。うん、そう、さっきの自分と比べるんだよ、そう。<laughs> 何は金運のちゃこちゃんも読み始めた。<laughs> マジセレンディビティじゃん。ここでそんなセレンディビティが起こるとは思わなかった、マジで。<laughs> あ、7つの習慣面白いよね。そう、何が金運動めっちゃ面白い。<laughs> そう。うん 約束値ばんだ、最終回。結構みんな持ってるもんだのね。<laughs> マジでね、あの、本当にお金のリテラシー上がるかわかりませんけど、でも、ちょ、ちょっとね、私はね、一回り大人になったよ。ラニア金融度読み始めて。<laughs> なんかでもほんとそういう感じで、なんか別になんていうの成長って、もうこうカリ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 難しい。それこそなんか簿記のテキストを買ってきて、カリ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 やったら、なんか自分頑張ってるってみんな思えるかもしれないけど、多分何屋勤務読んでる時に、うわ、自分めっちゃ頑張ってるって思う人少ないと思うんだけど、私はむしろカリカリ簿記のやつやってもどうせ身に入んないし、時間の無駄だから、そんなのは自分の中で頑張ったうちに入んなくて、頑張ってるフリなんだよね。私の中でそれは。で、それよりも何屋勤務見て、 え、こんなことあんな怖ーみたいに思ってるのは、すごい自分成長してるから、なんか、あの、こう真の努力をしてる瞬間かなって、私は思います。